おいしい。知ってました？フクロウって猛禽類って言って、結構獰猛な鳥だと思ってたんですけど、可愛いんですよね。3名で空いてますよ。3名様ですね。お好きな席へ。すいません。なんだか不穏な空気。修羅場っぽいわね。こりゃ見ものだ。かわいいフクロウだね、あれ。ですね。フクロウは地獄の使いって言われてるけどね。ち。何か頼みましょうか。すいません。はい。私もコーヒーを。かしこまりました。あとこれも。美味しそう。美味しいですよ。お二人は大丈夫です。こんな時に頼むかね。やっぱいつ、ごゆっくり。うまっ。あの奥様、何度も言いましたけれども、本当にミノルさんとは何でもなくて。何でもないわけないでしょ。私は全部知ってんだから。いいか、 LINE をなめるな。 LINE でのやり取りは全て漏れてるものと思え、泥棒猫が。こういうの大好き。ゆうか、少し落ち着け。あなた、うちの旦那のことどう思ってるの？好きなの？好きというか、上司として尊敬しています。うんじゃないわよ、バカみたいな顔して。じゃあ、あれは何なの？熱海、一緒に行ったのよね。
熱海、あの熱海で会議があったんです。なのでついてきてもらったんです。そうなんだよ、まだまだ半人前だからさ、俺が一緒に行ってやったんだよ。やましいことなんてないよ。じゃあこの写真は何なの。どう、裏垢でしか載せてないのに。それは あれよ、違うんだ、これはその、この写真は、はあ、二人で温泉旅行かしら。お揃いの浴衣着てほっぺなんかくっつけちゃったりなんかしちゃったりして。わあ、ほんとだ。ああ、これは二人部屋のような感じですけれども。これはだからその、あれだよ、あれ。あれとはその、二人で会議で、その二人で会議だと、なんだそれは。女と温泉入る会議ってなんだ。ああ、こりゃ終わりですな。地獄ね。これはだから慰安旅行でして、この部屋は狭く見えますが、こっちの映ってない方に大部屋がありまして、ここにたくさんの先輩や同僚がいるんです。ですので安心してください。そうそうね、これは慰安旅行なんだよ。ああ、なるほど、わかりました。そちらの言い分は以上でよろしいですか。私、会社の皆様に連絡をして確認を取らせていただきました。そちらの会社で温泉など行かれましたと、あなたと同じ部署の田中さんにお聞きしたところ、温泉と驚いておられました。奥様、会社で温泉だなんて、貧乏会社なのにそんなことするわけないじゃないですかと。あいつ、はい、ということはです、はい、慰安旅行なんてものは存在しないよって、この写真に写っているのは慰安旅行ではなくただの慰安旅行だったと。わかりましたよ、じゃあ正直に言います。私たち愛し合ってます。なんでして？あの子無理してるわね。え？いらっしゃい。